様子をお話しますね、うん、まずね、うん、呼吸が早いです、自分ではほとんど減っていかない。昨日の夜ご飯のハムスターセレクションは 1g 減ってたけど、うん、野菜も 1g 減った。それがでも今日の朝とか昨日お預かりしてから夕方までは何度でも減ってないですね、うんうん、うんちがまだ出ません、うん、まだなんか昨日来てからそうまだ出てない。おしっこはちょっと出てます、うんうん、体重が367でお預かりして、うん、今日の朝一は355です。ビリフ動食もねやっぱ呼吸苦しいから飲めないんですよ。同じは止まりました。今日は出てないね。それが昨日ついてるのはまだそのまま取ってないんですけど、うんうんうん、その後は出てないですね。出てない。レジー増殖ね、1回に 0.2 とか3とか 0.4 とかね、前の入院してる時は1回につき3とか、うん、2とか3とかね、それぐらいだけど1桁は少ないです。 0.2 とか 0.10 分の1ぐらいですから。呼吸が苦しいから で昨日写真ちょっと写真も出してくれる。前も写真撮ったけどお腹がすごいガスが、うん、今回のがもっとひどい、うんうん、が心臓がなんかちょっと大きくなってるかなって気がしますね。前に比べるとそんな様子です。苦しそうになってからどんどん膨らんでいってるのよ。そうだから苦しいからさ空気飲んじゃう、うんうん、そんで昨日ちょっとそうお話したんだけど、うん、今回まあちょっと立ち直れんかったらどうしようもないんだけど立ち直ってくれたら良くなってくれたら、うんうん、酸素がね、上に乗った方がいいかもしれない。ああ、それは、うん、酸素発生器っていうのを、うん、そういう機器が借りてくれるとこと業者がいろいろあるもんですからね。ただですね、まだ今はね生きるか死ぬかですね。もうまだ危ないかな。鼻血が出る原因っていうのはわからないんですもんね、うん、いや、でも肺から出てるかもしれませんよ。肺から？肺から。だってさ、綺麗な血でしょ。で出てすぐは、まあ、時間が経ってこういうところついちゃえば黒くなっちゃうけど、うんうんうん、出てすぐはさだから出てるの見たことあるけど割と綺麗な血だから、うん、ってことは呼吸器系の方から、うん、だから肺とかから来てる可能性がありますよね、うん、そういう普通の出血というよりも肺水腫っていってその何て言うかな心臓と肺の血管の血圧が上がりすぎちゃって肺の毛細血管から水分が肺に漏れ出ちゃう。そうすると、それ排水腫って言うんですけども、うん、そういう時に出てくるのは血だけど、まあちょっと薄い、綺麗な赤い色の、うん、そういうのが出てきますね。で別に事故とかない。でもちろん肺出血、例えば事故とかあってね、胸をすごく強く打ったりすれば、うん、肺出血とかで出てくることもあるかもしれないけど、そんなことはだって普通に買ってる子ではないからさ、よっぽど。で